本にちるちる商業 BL レビューサイトちるちる記者のほぐしみと綱吉です。本日のテーマはこちら、葛藤運命真実の愛、マイベストオメガバース BL。 イエーイ、はい、もうオメガバースという設定もですね、うんうんうん、登場してから結構な年数が経ってまいりまして、商業 BL の作品でもたくさん登場してきたと思うんですけれども、うんうんうん、今回はですねその中でも私たちがこれまでたくさん読んできたと思うんですけれども、の商業 BL のそのオメガバース作品の中から、まあ、これがやっぱり一番好きだっていうものをですね、ちょっとそれぞれ1作品ずつ持ってまいりましたので、そちらを紹介させていただければなと思います。それでは早速やっていきましょう。まず綱吉が紹介させていただきますのがこちらです。はい、森谷先生のロマンティック上等です。この表紙めちゃくちゃ見覚えがありませんか？はい、ありますこれすごい、その発売された当初にチルチルのそのランキングのずっと上位にあったような記憶があるんですけど、もうやっぱり名作というか、はい、素晴らしい、たくさんの方の心に刺さったものなのではないかなとちょっと思いましてね、はいはいはい、で各私もとても好きな作品なのでちょっと紹介させていただければなと思います。はい、オメガバース作品で攻め受けがいたとしたら、アルファが攻めで、オメガのね受けだと思うんですけども、はいはいはい、この作品違うんですよ。あ、そうなんですね。そこがねまずミソだと思うんですけども、はい、最初に出てくるオメガの K 君っていう男の子がいて、はい、表紙の子ですね、うん、めちゃくちゃ表紙からも分かる通り結構ビッチ味があるというかそうですね、もうなんか遊んだりもしてて、うん、でも遊ぶっていうのがただ意味もなく遊んでるわけじゃなくて、はいはいはい、すんごい理想が高いんですけど、はい、早くつがいが欲しくて、はいはいはい、自分の理想のつがいをもうめちゃくちゃ本気で探してるっていう。あ、なるほど、だからロマンティックなんですね。そうなんですよ、なるほど、結構理想高いですよあれ普通に良くないって読んでて思ったような男性に対しても低めの点数つけたりとか、はい、心の中で結構下水こと言ってたりとか、ギャップがあったりするんですけど、はいはい、なんか常にあざとく生きてたりするんですけど、基本的にしたたかでめちゃくちゃ、はいはいはい、で本人がなんでこんなに早くつがいをつが欲しいかというと、オメガが使っている薬、うん、抑制剤ってあると思うんですけども、うん、その発情期を抑える抑制剤っていうのが効きにくい体質。なるほど。でもかなりそれで苦労してたりもして、はいはいはい、でもつがいができればそれの悩みがなくなるじゃないですか。そうですね、だからこう、うん、早くつがいを作ってこう家庭に入って幸せに生きていきたいみたいな考えていて、はい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 、でその薬が効きにくい体質っていうのが遺伝だったりもするので、きっと自分のね親とか、はいはいはい、その世代を見てきて自分も早くああなって落ち着きたいなっていう理想があるからこそ、やっぱ高い理想を追い求めてしまうというか、はい、割と自然ちゃ自然な思想の持ち主なんですけどやっぱりちょっとビッチだというか、はい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 、そういうちょっと変わってるなってところは結構ある、なるほど、まあ、オメガなんですけど、はい、そのオメガ今でもつがいがいない状態だから発情期が来てやっぱり大変な時期があるんですよ、うんうん、でそんな時期に相手をしてくれるというかお世話をしてくれてるのが、うん、昔からずっと一緒のベータのつぎつぐくんっていう男の子がいまして、その子とは恋人とかではなく、もうただ発情期の度に呼んで、うん、もう世話してもらうみたいな、ただただ解放というかお世話っていう感じなんですか？こうお世話してくれるんですけど、はい、欲を沈めることもしてくれます。してくれるんですね。してくれるんですけど、はいはいはい、あくまでなんか解放の延長って感じがやっぱりしてるんですよ。あ、なるほど。もちろん、ね、やってることはすごいうわエッチだなって思うんですけど、はい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 、なんかそこにじゃあ恋人みたいな甘々な感じがあるかって言われたらちょっと違うんですよ。はいはいはい、なんかこうあくまで頼まれたからやってるとか、体調が悪そうだからやってあげてるみたいな、はいはいはい、処理してあげてるみたいな、そうそんな感じなので、うん、ただただですよ、読みながらこれはもう私の勘がというか読んだ方の勘が働いてしまうと思うんですけど、はいはい、絶対好き同士だろっていうのが分かるんですよ。そうなんですね。絶対好き同士なんですよ、うん、言葉にはしないし、はいはいはい、行動にも出さないけど、はい、なんかもうそうなんですよ。もう読んだら分かるっていう。そう、分かります分かります、はいはい、だからそこでくっつくのかなってこう思いながら、うん、で願いながら読むじゃないですか、うん、と思ってたらめちゃくちゃいいアルファが出てきちゃうんですよ。エキヒトさんって言うんですけど、はいはい、そのエキヒトがなんかスペックめちゃくちゃ高いんですよ、はい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 、やっぱりアルファだからこう、うん、いいお仕事をしてて、うん、お金も持ってて、うん、でこう性格もすごい良さげで、うん、オメガのねケイ君が
自分がつがいを作ったらお仕事を辞めて家庭に入りたいっていう、 こう考えの持ち主なので、それに合わせて、はい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 、俺も、オメガにはこう家庭に入って、うん、で俺が外で稼いでくるからみたいな、うん、こう思想がすごい合うっていう部分でも、はいはい、この出てきたエキヒトさんとはなんだか合いそうな感じがして、もう読みながらハラハラしちゃったんですけど、これは言ってもいいと思うんですけど、エキヒトさんクソクズなんですよ。めちゃくちゃクズで、はい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 、あのつがいが一人じゃないっていうびっくりしました。なんかまあ確かにね、いそうですけどあまり見ないですよね、うんうん、オメガバースのその BL の中で。そうなんですよ、はいはい、なんか何でもできて、うん、ほんと全てが素晴らしいスペックの持ち主なのに、うん、性格だけが終わってるっていう。あーなるほど。で、はいはいはい、だからそことねくっつくはずもないというか、うん、いくらこうつがいを探してたとしたって、うん、自分のことを愛してくれない、自分だけを愛してくれないなんてちょっと悲しいじゃないですか、うん、でもちろん理想が高いロマンティックなことが好きっていうこの K 君からしたらちょっと違ったりっていうのもあって、まあ結構波乱は起きるんですけど、そのキャラクター3人アルファベータオメガのそれぞれの3人が最終的にどう収まりがつくのかっていうのが結構見どころで、これ収まってるかどうかって多分感じ方人それぞれだと思うんですよ、うん、なんか私自身的には、うん、あこういう終わり方をするんだってすごい納得したというか、うん、願ってた通りというかちょっと違うんですけど、うんはいはい、いやでもこれが彼らにとっての幸せならそれは素晴らしいハッピーエンドだなって思ったりもしたので、やっぱ感じ方ちょっと人それぞれなところもオメガバース作品っぽいというか。あーなるほど。ちょっとその点にもぜひ注目して読んでいただきたいところですね。そうですね。でこちらオメガバース作品っていうところで、はいはい、あの読み手からこの世界観を見た時に、うん、なんかオメガだから結構お仕事とか大変そうとか、うんうん、アルファだったら逆に行きやすそうとか、でも自分がもしこの世界にいたらなんかベータかなみたいな、はいろいろ、はい、考えながら俯瞰して見れるっていうのが結構特徴的だなって思って、うんうんうん、でなんでなんだろうって考えた時に、その K 君がかなりスカッとした性格で、はいはいはい、自分のオメガ性もすごく受け入れてるし、うん、でオメガだからこうちょっと大変な部分も多いけど、そこもなんかうまく生きようとしてるっていうか、はいはいはい、やっぱりすごいしたたかでちゃんと頭で考えて動いてる感じっていうのが、うんうん、もどかしくないんですよ、うんうんうん、ちゃんとあだよねこういう場面ではこう言った方がいいよねとか、うんうん、すごいすっきりしながら読めるので、なんか引っかかる部分がそんなに少なくて、だからこそ一歩引いて世界観を見れるっていうか、うんうんうん、でだけどいろいろうじうじ言いましたけど、はいはい、でもこういう生きづらい社会とかで頑張ってケイ君が生きてて、うんで頑張ってるなって思う反面、でもどうせ K 君には次々君がいるから、はい、どんな社会だってもう大丈夫そうだろうなって、うん、なんか頭のどっかで思っちゃう部分もあって、はいはいはい、なんかすごい不思議な感覚なんですよね、はいはい、没入するけど、はいはい、でも結局はみたいな。あーなるほど。なんかすごいいろんな視点を持てるっていうのもすごい面白いポイントというか、この設定自体をすごい活かしまくってるなっていう、はいはいはい、だけどオメガバースのそのよくある常識からなんか、うん一歩踏み込んだっていう感じもするので、うんうんうんまあ、そもそもベータ×オメガっていうところなので、うん、そこもなんかまた新たな新鮮な感じもしたので、ちょっとまだ読んだことない方にはぜひ新たな扉を開けるみたいな感覚でも読んでいただきたいですね。はい、続いて私が紹介する作品はこちらです。はい、はい、一梨君先生のさよならアルファです。はい、こちらもですね結構まあ言わずと知れたオメガバースビールのまあ名作かなと思うんですけれども、ちょっとあらすじを紹介させていただきますと、はい、これ本当に表紙からもう分かりやすくね、どっちがアルファかオメガかもうすごい分かりやすいですね刻まれてるんですけど、うんうんうん、こっちのもうこうトロ顔を晒してしまっているで足を持ってる方がこのオメガのチカ君なんですけど、彼はその今までこう高校生なんですけど、それまでの人生はずっとこう自分のことをアルファだと思っていて、もう成績優秀だし、うんうん、もう運動神経も抜群で高校でも生徒会長をしているような彼なんで、自分もだしその周りの その家族とかからもとかその学校の生徒からもいやチカ様はもう絶対アルファだよねって言われてて、で本人も自分のことをアルファだと思い込みすぎてて幼少期の頃からだったからその第二次生の検査の結果を自分で見なかったんですよ
見ないで親に渡しちゃったからずっと自分のことアルファだと思ってて、まあ、親はだからその見て知ってたんですけど、はいはいはい、本当はオメガだったんですよ、はい、でそれがなんでその本人が自覚するかことになってしまったかというと、うん、あの運命のつがいですね、出た、ちょっとある日不意に出会ってしまうんですよ、はいはいはい、そのでまたそれがちょっと問題でして、この細い足からも想像ができるかもしれませんが、なんか小さいな、小さいですよね、はいはい、そうなんと運命のつがいがですね、出会った当時があのまだ小学生なんです、はるかくんっていうんですけど、はいはいはい、そう彼がそのちょっと公園で不良に絡まれていたところをあの助けるんですよね、うん、っていう偶然出会ったらもうなんかぐわっと来てしまって、もう一目見た時からあこれが運命のつがいだって分かってしまったっていうところから始まっていくんですけど、で今までそのだからこう生徒会長だし、もうあのオラオラオラっていうわけではないけど、ちょっとこうなんか澄ました感じで来ていたちかくんがですね、もうこのはるかくんに会うたんび会うたんびにもうすぐトロトロになっちゃうんですよ。でなんかそうなんかすごいキラキラでこう自信満々って感じだったのに、うんうん、もう触るだけでちょっともうなんかあのドキドキしちゃうし、なんかもう性的にもすごい興奮しちゃうみたいなのが、で多分それって今までずっと自分のことをアルファだと思ってたから、そうなんかあのこうオメガ、自分がオメガとしてアルファと接したことがなかったこうところの反動とかもあるのかなっていう感じで、こう、まあ、無理に抑え込んでたわけではないけど、うん、もう無意識のうちにこう抑え込まれてたオメガ性がもうわっといく感じがねすごい、なんかそのギャップがまずすごい良かったのと、でなんかでもそのはるかくんすごい無邪気で、あのちかさんのこともすごいちかさんちかさんって言ってこう慕ってくれるんですよね、であの時はありがとうみたいな、でもっと仲良くしたいみたいな、ちかさんと一緒にいたいってこうついてきてくれるんですけど、それってでもあのであのちかの方も一緒にいたいとは思ってるけど、ちかからしたらすごい苦痛でもあることなんですよね、その無邪気にくっついてこられても相手は小学生だから、そういうなんか、まあ、性的なことは絶対したくないし、でも一緒にいると自分はすごい性的な興奮を覚えちゃって辛いからどうしようみたいなこの葛藤がで、はるかの方はそんなつもりじゃないのに、もうでも自分がそういう気持ちになっちゃうことに対してもちょっと罪悪感を覚えたりとかっていう葛藤がねやっぱりすごいあるんですよね。でまあ本当でもこっちのはるかくんはそのオメガバースっていうか、そのアルファとかオメガって何って状態なんですよ。まずそのまだそうか、学校で習ったりとか自分の二次性がこうまだその検査で明らかになってる状態でもないから、うん、でそういうところにそうあの教えていくわけにもいかず、うんまあ、どうしようどうしようってこう胸にやっぱこう思いが募っていっちゃうところがありますよね。で、まあ、あとそれもこれもどれもまあ年齢差から来るところが結局はねそこですよね。そうなんですよ。で結局そのでお母さんがはるかくんのお母さんも出てきて、なんかこの二人の関係は途中でそのお母さんにも知られて、あのなんでこうはるかくんを将来はあの、うん、結婚したいですみたいに言ったりもしてあの喋ったりはするんですけど、でもやっぱりそのこうはるでお母さんも別にその、まあ、全く全否定ではないけど、まあ、じゃあ様子見ましょうみたいな感じで2人の仲がこうずっと続いていくんですけど、はるかくんに会えば会うほどやっぱりそのこっちのちかさんの方の症状はどんどん重くなっていっちゃうじゃないですか、難儀だな。そう、それであのある時ちょっとね体調崩して倒れてしまうんですよね、ちかの方が。でそれを見た時に初めてそのオメガバースっていうものが何なのかっていうことをこうはるかくんの方も知り、お母さんからも説明を受け、それではるかくんがちょっと取ったね選択肢がね、まあ苦渋だったと思うんですけど、まあ切ないけど、まあ確かにちかを思う選択だったなっていうのがあって、でその時にそのはるかに対してそのお母さんが あなたたちはその悪いことは何もしてないわ、でもちょっと出会うのが早すぎただけっていうセリフをそうこういう言葉をかけるんですよね。すごい、あそうその通りだよなと思って、いやそこがすごいなんか結構お母さんのそのセリフがすごいグッときたというか、よかったですね。まあねそんな感じで一回こうちょっとねあのお互い距離を置くような2人だったんですけど、後半またちょっとあのどんでん返しというか大きなあの展開もあるので、そちらはぜひあの本編をねお読みになっていただいて、確かめていただければなと思います、はい、結構本当に最後はあの幸せなところに、うんうんうん、あの落ち着くと私はもう全然思ってますし、皆様的にもハッピーエンドって言えるんじゃないのかなと思いますので、うんうんうん、ぜひ読んでみてください。
はい、ということでここまで、オメガバース BL 作品を2作と紹介させていただきましたけれども、はい、やっぱりね設定がねもう世界観がとってもこう作り込まれているからこそ、いろんな解釈の仕方があっていろんな世界線のお話があってってところで、もういやいいですよね。なんか作者さんによってその世界の捉え方とか、なんかキャラクターをどう動かすかみたいなのもだいぶ違ったりするので、なんか今回はねこのマイベストって形で出しましたけど、本当本当に作品一個一個がもうオメガバースとしてなんかもう別物としてすごい成り立ってる感もあって、ちょっとこれからも絶対に途絶えないでいただきたいジャンルなんですけど本当ですよね。もう最近はもう様々なね切り口も新しい切り口のものもいっぱい増えてきてるの で、うんうん、これからも楽しく読んでいきたいな、めちゃくちゃ楽しみです。はい、ということで本日はオメガバースビールについて紹介させていただきました。今回動画内で紹介させていただいた作品のチルチルの、作品ページを概要欄に貼っておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。それではバイチルー。